んか朝のクソ忙しい時に疲れてます。あれこれかおっさん手振ってるよ。何どうした？仮説じゃねえだろうな。あと1キロは持つと思ったのに。クソ、そういう問題じゃないでしょ。ああいうのたまに止まってるけど故障なのかな。そんな急に故障することある？俺半分ぐらいはねガス欠だと思うんだよね。あと1キロ、いや500メートルあれば。あそこから500メートル別にスタンドないし、バックしたらあるけど。朝から困ってしまった一幕でした。ガソリンはこまめに入れよう。タンパク質もこまめに取ろう。脂質は抑えてね。脂質は全部 MCT オイルみたいな人いるみたいだけどね。肉の皮剥ぐのはちょっとな、もったいないしね。あそこもタンパク質豊富だからね。それでは行ってきます。